こんにちは、マサヒーロー TV です。今日はですね、熊本県玉名市にありますスカサの湯さんの中にあります、バイキングレストランの方にお伺いさせていただきました。行ってみよう。はい、行ってみよう。早速館内の方入ってきました。はい、こんな感じで、中にはですね、こういう風にゲームコーナーだとか、こういう風に、イートインスペースですね。それとこういう風にアイスクリームバーみたいな感じのお店もあります。で、今回のお伺いしたお店はこの、館内にあるレストラン、バイキングレストランの方にお伺いさせていただいています。価格はこんな感じです。ランチタイムとディナータイムで分かれております。はい、こんな感じでチョイスしてきました。今回はですね、ブロッコリーの天ぷら、唐揚げ、おろしポン酢、それと、ごま飴と、椎茸の煮物、ハンバーグに鶏の照り焼き、ナスの味噌煮、カレー炒めですね、豚肉とキャベツのカレー炒め、だし巻き卵、それと、今回ですね、一人一人前サービスになります。鉄板焼きステーキですね。たまたまなのか毎回なのか分かりませんが、今回はステーキを食べることができました。それと、お味噌汁、お味噌汁はですね、お店の方が一人一人予想ってくれます。それではいただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。下の子はこんな感じですね。下の子じゃない、上の子はこんな感じですね。唐揚げとかですね、ステーキももちろんあります。美味しい。卵焼き、煮込みハンバーグ、美味しい。
本当か。ステーキ。柔らかい。柔らかい。ステーキ柔らかそうです。はい、相方さんはこんな感じで調理してきました。サーモンサラダ、赤飯、グリーンサラダと、ま、内容はこんな感じですね。グリーンサラダとこのサーモンサラダはですね、サラダコーナーに小鉢に分けられてます。温泉卵も一緒のサラダコーナーにありました。だから取ってきました。はい、カレーを取ってきました。取ってきましたというか、カレーもですね、デシル同様、店員の方が装ってくれます。カレーライス。うまい。美味しそうなカレーです。はい、デザートタイムです。みかんゼリー、いちごのゼリー、ケーキの盛り合わせ、それとヨーグルトゼリー、アイスコーヒーです。デザートはですね、すべて一つ一つ結構こじゃれてます。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。